オクテッドチャンネル。こんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランドコーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。ということでですね、今日はデニムのお話をさせてもらうんですけれども、このね、レッドカードのショアというモデルについてね、お話しさせていただこうかなというふうに思っております。まあ、レッドカードのね、デニムに関しては以前こう河原塚さんと対談させていただいた動画もあるので、もしよかったらね、その対談動画も見てほしいんですけれども、これ、ね、レッドカードの良さっていうのはまた別途違う動画でお話しさせていただこうというふうに思うんですが、今回はね、このショアというモデルのね、良さについてまずお話しさせていただこうというふうに思っています。レッドカードのショアの特徴なんですけど、見て分かる通りですね、ドローコードがついてるっていうことですね。ドローコードがついてて、こうイージーデニムであるっていうのがまず一番の、ね、特徴になります。そしてちょっとね、まあ見てもらっても分かると思うんですけど、股上がちょっと深めで、お尻周り、太ももはちょっとゆったりめ、そして裾に向かってテーパードしているっていうのがこのショアのね、モデルの一つ特徴になります。そしてもう一つですね、今年の春夏から変わったんですけれども、普通のね、レッドカードデニムの裏と比べてもらったら分かるんですけれども、こういうね、裏がパイルになってるってことですね。裏がパイルになっているので肌触りが非常に柔らかく気持ちいい。これがね、レッドカードのショアの特徴になります。このね、特徴を持ってコーディネートでいろいろね、ショアの良さっていうのをね、お話しさせていただけたらいいなっていうふうに思っているんですが、こういった具合に、これちょっと見えてるかどうかわからないですけど、こういった具合に伸縮性もね、すごくいいので、ストレッチ、そしてキックバックもいいので、履き心地がね、すごくいいということですね。これがね、僕はね、ショアの良さじゃないかなというふうに思っておりますので、早速ですね、今日コーディネートいろいろさせてもらいますので、ショアの良さをお話しさせていただこうと思います。そしてまず最初にですね、これまあ自分のよくあるスタイリングなんですけれども、ジャケット着てシャツ着てネクタイをするみたいな感じにも、これ、ね、実際ショアを履いているんですけれども、こういった形で、ジャケットスタイルでもね、非常にマッチするっていうのがショアのね、魅力の一つで、どうしてもね、こういうドレッシーなスタイリングをした時に、こうイージーデニムだとやっぱりね、ラインが緩かったりとかするとフィットしないと思うんですね。そこがやっぱり一番いいところで、もう一つどうしてもね、イージーデニムだとこうドローコードがあるんですけれども、こういったね、ベルトをしてシャツインするみたいなのができない場合も多いんですが、このショアに関して言うとドローコードを引っ張ることで内側に、ね、入れることができますので、こういった形でね、ドローコードが見えない形でコーディネートすることができる。これがね、ショアの一つの魅力じゃないかなというふうに思っています。こんな感じでですね、さっきのシャツ、ネクタイもそうなんですけど、まあ一般的にね、こういったモックネックのシャツとこういうジャケットをね、多分この冬場なんかは着こなすシーンっていうのがね、僕はすごく多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、こういったスタイリングにもね、ラインがすごく綺麗なので僕はマッチングするんじゃないかなっていうふうに思ってまして、これがね、ショアのすごくいい部分だと思うんですよね。こういうドレッシーなスタイルをイージーデニムで実現しているっていうのが、ライン、そしてね、生地感、また加工、全てね、整ってますので、こういった意味でもね、大人の男性に履いていただくデニムとして一つね、選んでいただきたいポイントになります。まあ、ジャケット脱ぐとね、こんな感じですけど、こういった感じのね、ロンティー、個人的にはやっぱり大人の男性は無地のこういった形のね、ロンティーっていうのはすごくね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、やっぱ必須のね、アイテムじゃないかなっていうふうに思ってます。白だったり黒だったり紺だったりグレーだったり、こういうアイテムとデニムの組み合わせっていうのはやっぱりベースになって、そこにね、何を合わせるかっていうのが、まあ、コーディネートの、ね、楽しさだと思うんですけれども、先ほどはね、ジャケットを合わせたんですけど、次はね、ブルゾンをね、着てみようと思います。こんな感じで、こちらのね、タトラスのブルゾンになるんですけども、これもね、今シーズン人気の秋冬アイテムになるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですが、胸がダウン、そしてね、袖がスウェットっていう切り返しになったモデルなんですが、こういったね、ブルゾンとインナーのシャツみたいな組み合わせで
デニムというのがね、すごくカジュアルに着こなしていただけると思いますし、個人的にはね、こんな感じで1枚着ていただければ、これ真冬でもいけますし、まあ、室内履いたら脱ぐという、ね、感じでいいんじゃないかなっていうふうに思います。そしてね、モックネック。去年のね、秋冬もすごく良かったんですけど、今年のね、秋冬もこのモックネックはね、人気になるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。最後ですね、こういったパーカースタイルになるんですけれども、やっぱりね、デニムでリラックスシルエットのショアになるので、トップスもね、こういった感じのリラックスしたパーカーとの組み合わせ、僕はね、結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。コーディネートの基本は、僕はパンツだというふうに思ってまして、やっぱりベースのパンツがいいと、トップスはね、どういうトップスを選んでいただいても、結構フィットするっていうことですね。これが僕はね、ポイントだというふうに思ってまして、やっぱり、ショアっていう、ちょっとイージーデニムではあるんですけれども、こういうドレスからカジュアルまで、一本のね、デニムで全てを網羅できるっていうのが、今回のね、モデルのやっぱり特徴だと思いますし、イージーデニム、ショアの良さなんですけれども、先ほどもね、言いましたけど、カジュアルからエレガントなスタイリングまで全てフィットするっていうことですね。コーディネートの基本であるベースなら相手はね、ボトムスだと思いますので、ボトムスの良さで幅広いコーディネートが可能になる。そのボトムスの基本が、こういった形のね、イージーデニム。ウエストにね、ドローコードが入って、シャーリング、ちょっとね、ゴムが入ってるようなリラックスする、本当はね、リラックスシルエットで、リラックスするときに履いていただくようなデニムでも、エレガントに履いていただける。これがね、僕はショアのね、一番の良さじゃないかなっていうふうに思ってますので、いろいろなね、デニムはあると思いますし、実際ね、この加工感とか、ラインとか色とかね、押すポイント、選ぶポイントっていうのはあると思うんですけど、このね、万能さ、どういうコーディネートにも合うっていうのはね、僕は大人の男性が一本ね、持ってたらすごく役に立つデニムになるんじゃないかなっていうふうに思います。こういうね、ドローコードがついて、ちょっとカジュアルなので、アウトドアにも使えますよ。まあ、キャンプに行ったりとか、遊びに行くときにも使えます。また、ちょっとね、お仕事でドレッシング、ドレスアップしたいっていうときにも、ドローコードを内側に入れて使うことができる。これがね、この万能の一本っていうのが、ショアの良さでもあると思うので、ぜひですね、まあ、毎週ね、構えになってしまうんですけれども、まだね、入ってきたばっかりでサイズも揃ってますので、ぜひ、レッドカードのショア、お値段も1万9000円プラスね、消費税で、割とね、お手頃に手を出せる値段じゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、ゲットしていただければと思います。イージーパンツだけど、ドレススタイルにも使える、こういうね、幅広いデニムを1本持っていただけたらどうでしょうか、というお話でした。ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、ご意見などございましたら、ぜひコメント欄にコメントを書いていただくと嬉しいです。ではまた。バイバイ。